蛍光ペンギン。生活保護を受給するとどうなるのか。お前仕事辞めたのか。うん、もっと稼げる方法を見つけたからね。なんだ。生活保護を受給することだよ。俺らの給料って生活保護より少ないの。そうだよ。しかもこの稼ぎ方のいいところは働く必要がないんだ。でも働けるのに生活保護はダメだろ。適当な理由で働けないことにすればいいんだよ。悪党め。毎月5日が受給日。毎月5日が給料日なんだ。受給日な。だから毎月5日は高級ステーキを食べに行くんだよ。そんな高いもの食べられるのか。残りの日は3食うまい棒にしてるからね。バランス。いくらもらえる？いくらぐらいもらえるんだ。都内一人暮らしだと13万円くらいだよ。本当に俺の給料より高い。働いて貧乏してるなんて、君何か悪いことでもしたんの。刑務所扱いするな。条件。受給審査とかはあるのか。あるよ。預貯金、家、車がなくて助けてくれる家族もいなくて働けないことがポイントなんだ。働けるだろ。無理だよ。僕は正常じゃないんだ。働こうとすると急に眠気に襲われて他のことを考えたくなってスマホをいじってしまうんだ。それは正常だ。いろいろな免除。それにいろんなものが免除されるんだ。例えば。税金はほぼ無料だし、国民年金、健康保険料、医療費、NHK の受信料も無料。住宅手当も出る。どう？すごいホワイトでしょ。不正受給は黒だぞ。やっていいこと悪いこと。貯金とかはしてもいいのか。貯金は OK だよ。それにペットの飼育とかも生活に支障が出なければ OK なんだ。だからなんかペット飼おうかな。例えばオラウータンとか。それは別の条約に引っかかるだろ。チェックが入る。お、復職したのか。うん、職員がチェックしに来てね。それで働けるだろって言われて。当たり前だ。あんなチェックに人件費を使うなんて税金の無駄遣いだよね。お前が言うな。そしてなんだパンダ、生活保護を受給していたのか。恥ずかしいやつだな。そこまで追い込んだ自分の会社を恥じてくれ。今の上司の心ない言葉で心が傷つき、また働けなくなりそうです。お前もまた不正受給しようとするな。チャンネル登録。確かに生活保護を不正受給することやギャンブルなどに使うことは悪いことだ。でも生活保護を受給すること自体は悪いことじゃない。日本では生活保護受給者を下げすんだり受給者を叩く風潮があるけど、制度に沿ってもらえる人はもらうべきだよね。ああ、ちゃんともらうべき人がもらえる社会になったらいいな。最近アイドルにハマってるんだよね。え、何？そもそもパンダ自身がアイドルみたいじゃないかって。さすがみんなわかってるね。次回の抵抗ペンギンはアイドルオタクになってわかったこと。次回はペンギンの秘密が明かされるの？チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。